ああ、これで俺も少年院行きか。結果、日本史上2人目の未成年死刑判決、市川一家4人殺害事件。事件の概要。事件は1992年3月5日から6日にかけて、千葉県市川市で起きた。この事件は少年犯罪であり、逮捕されたのは19歳の関照彦。関は金銭目的で、会社役員だった家に侵入し、一家5人のうち4人を殺害。2001年に死刑判決が確定し、2017年に死刑が執行された。この事件は、その残忍さで社会に衝撃を与え、少年法の在り方についての議論を引き起こした。関照彦、当時19歳、が、一家4人殺人事件に至った流れは以下の通りである。1992年2月6日、フィリピンパブの女性2人を監禁、暴行。2月11日、24歳の女性に暴行、自室に連れ込み、監。2月11日、フィリピンパブ店の経営者が激怒し、暴力団を雇い賠償金200万円を関光彦に請求。2月12日、通行人の少女、当時15歳、を誘拐、2回、監。2月25日、煽り運転に腹を立て暴力事件。2月27日、岩槻で大学生相手に窃盗、傷害事件。3月5日、計画的犯行を目論んで、少女の家族を4人殺害。3月6日、再度少女、監、その後次女、当時4歳、を殺害。3月7日、加害者、関光彦氏を逮捕。事件の詳細。2月12日未明、当時15歳の少女は深夜まで勉強していた。シャープペンシルの芯が切れたため、返芯を買いに自転車で外出した。コンビニエンスストアで返芯を購入し、コピーをして家に帰ろうとした。しかし、帰宅途中、市川市のある場所で背後から来た車に追突された。この車を運転していたのは関である。関は少女にひき逃げと言われないため、彼女を病院に連れて行った。しかし、治療後の行動は恐ろしいものだった。関は少女を自宅に連れて行き、彼女に危害を加えた。関は車内で折りたたみナイフを使い、少女を脅迫し、傷害を加えた。その後、少女をアパートに連れ込み、2回、監。少女の両手足をビニール紐で縛った。その後、少女のバッグから現金を取り、生徒手帳を見て住所、氏名、保護者名などを知った。関が少女を襲った理由について、判決では、クラウンに乗せて自宅に送る途中、烈情を催したと認定されているが、実際は病院での治療中、長時間待たされたことに腹を立てたため、と述べている。早朝、関が外出中の隙に、少女は拘束されていたビニール紐を外し、関のアパートから逃げ出し、一人で帰宅した。翌日、少女の友人が彼女の顔の傷を見た。少女は、ローソンの帰りに男に襲われた、と話したが、動揺した様子はなかった。一方、別の友人に対しては、高校で先輩にやられた、と話しており、友人たちから、そんなの、負けずにやっちゃいなよ、と言われていた。その後、友人らから警察に届け出るよう説得され、2月の終わり頃に被害届を提出した。しかし、犯人は不明で、関は捜査対象に入っていなかった。1992年2月12日夜、関は住吉会相良工業の代表、組長から、六本木のホテルのラウンジへ呼び出された。組長とその配下の組員たちは、関の行為が誘拐罪であり、ホステスの帰国による損害が200万円になると説明した。関は、この件について適切に対応すると答え、その場を去った。しかし、関はこの金を他人に頼むことができず、金策のあてもなかった。暴力団からの危害を恐れ、アパートに帰ることができず、車中泊を続けた。組長からの連絡がないことに不安を感じた関は、強盗を考え、以前住所を知った少女宅に侵入して金品を盗む計画を立てた。関は家族の在宅状況を確認するため、少女宅に電話し、少女のマンションに2回訪れた。最初の訪問では、マンションの防犯カメラを確認して帰った。この時、
マンション住民は赤い髪の大柄な男がうろついているのを目撃していた。3月1日に再訪した際、席は少女の父親の部屋が806号室であることを確認したが、誰も出なかったため帰った。父親一家の家族構成や日常生活のサイクルについては席は把握していなかった。事件前に2度の暴行事件を起こす。関は市川少女、看護、暴力団へ賠償金200万円を用意できず、苛立っていた。3月5日に市川一家4人を殺害する前に、さらに2度、暴力事件を起こしている。関は2月25日午前5時ごろ、市川市の川原現場付近の路上をクラウンで走行中だった。後続車がパッシングやクラクションを鳴らし、エンジンを空ぶかしする行為に憤慨した。関は急停車し、運転していた男性に近づき、運転方法について文句を言った。さらに男性の車の窓から手を差し入れ、エンジンキーを抜き取った。男性がキーを取り戻そうと追いかけてきたため、関は鉄筋で男性を殴り怪我を負わせた。その後、関は男性を脅迫し、自動車運転免許証を奪い取った。この過程で関は暴力団員を装い、男性に、お前どうするんだよ、金曜日までに7-8万円用意しろと脅した。そのわずか2日後、関は埼玉県岩槻でも傷害窃盗事件を起こす。事件は2月27日午前0時30分頃に発生した。関はクラウンを運転して埼玉県岩槻市の東町現場付近を走行していた。この道路は片側2車線だった。その際、大学生の男性がトレーラーを追い越した後、関の車も追い越した。関は大学生の運転に腹を立て、赤信号で停車した大学生の車の前方に割り込んで停車した。関は車から降り、大学生に対して、ヤクザ車を舐めるな、と言い、ポケットから折りたたみナイフを取り出した。関は、これで刺してもいい、と言いながら、大学生の左大腿部を突き刺した。その後、大学生を関の車の助手席に乗せ、別の場所まで車を運転した。そこで関は折りたたみナイフで大学生を20数箇所刺し、切りつけ、全治6週間の怪我を負わせた。午前1時20分ごろ、大学生は関の隙を見て車から逃げ出した。関は車で追いかけたが、引き殺すことを避け、断念した。関は大学生の運転免許証と車検証を盗み、自分の車に戻った。この行動は、後に大学生から金品を脅し取る目的だった。一家惨殺。このような暴力事件を起こしても、暴力団から要求されている200万円には遠く届かない。関は焦っていた。関は3月5日、200万円を工面するために、少女宅に侵入して現金や預金通帳を盗むことを決意した。その日、彼は朝からパチンコとゲームセンターで時間を過ごした。16時ごろ、クラウンで現場のマンションへ向かった。マンション近くのタバコ屋の脇に車を止めた後、関は公衆電話から少女宅に何度も電話をかけたが、誰も出なかった。その後、彼は車を公園の脇に移動し、防犯カメラを避けるため、まず外階段で2階まで上がり、エレベーターで8階まで登った。少女宅の玄関チャイムを鳴らしたが応答がなく、ドアを試しに開けたところ、鍵はかかっていなかった。約20分間様子を見た後、彼は16時30分頃に部屋に侵入した。玄関に入ると、テレビの音が聞こえた。関は祖母が寝ているのを確認し、現金や預金通帳を探し始めた。しかし、すぐには見つからなかったため、彼は祖母を脅して現金を奪おうとした。祖母を起こし、通帳を出せ、と脅したが、祖母は恐怖せず、自分の財布から8万円を取り出して、これで帰って、と言い、部屋を出ようとした。関は激怒し、祖母の後ろから襟首をつかんで通帳の場所を問い詰めたが、祖母は応じなかった。その後、関は緊張して尿意を覚えたため、トイレに行くと言って C に通帳を探すよう指示した。しかし、祖母は電話をかけようとした隙に関に気づかれ、体当たりされて倒された。祖母は関に唾を吐きかけたが、これに激高した関は、祖母を床に激しく突き倒し、電気コードを使って締めた。
祖母は抵抗しようとしたが、関は電気コードで首を絞め続け、祖母を絞め殺した。その後、関は祖母の死体を北川陽馬に移動し、布団に寝かせた。また、極度の潔癖症だった関は、祖母の唾液を汚らしく感じたため、洗面所で頭、顔、手、手を何度も洗った。その後806号室を出たが、この時点では殺人を犯したことへの実感は乏しかった。むしろ唾を吐きかけてきた祖母への怒りや、こんな汚ねえところにいられるか、という嫌悪感の方を強く抱いていた。そして長期戦を覚悟し、付近の自動販売機でタバコとジュースを買い、約30分後に再び806号室に戻った。関はさらに室内を物色し、祖母の財布から約10万円を奪った。また、台所から包丁を取り出し、冷蔵庫の上に移した。このうちの一本の柳葉包丁が、後に他の家族3人を刺殺する際に使用された。母親を殺害。関は806号室の居間内で金品を物色していた。しかし、19時過ぎに少女とその母親が帰宅したため、関は柳葉包丁を手に取り、台所の食器棚の陰に隠れた。二人が居間に入ると、関は包丁を突きつけ、静かにしろ、騒ぐと殺すぞ、と脅した。この時、関は祖母は睡眠薬で眠っているだけだと言った。しかし、母親は関に怯えず、関に対して強く反抗した。関は、二人が逃げたり騒いだりするのを恐れ、母親をうつ伏せにさせ、包丁で左腰付近から背中を5回突き刺した。母親はうめき声を上げ、仰向けになったが、関は母親を蹴りとおざけた。この行為により、母親は重傷を負い、間もなく失血死した。関は少女に命じ、失神した母親を陽馬に運び入れ、床の血痕と失禁の跡を吹かせた。父親を殺害。母親を刺して陽馬に移した後、関は柳葉包丁を食器棚のカウンター上に隠した。母親を殺害してから15分後、7時過ぎになって次女、当時4歳が、保育園のマイクロバスでマンションまで送られてきたが、誰も迎えに来なかったため、保育園の職員が806号室まで次女を送り届けた。その際、少女がドアを開けて次女を部屋に入れていた。その後、関は少女に命じて夕食の準備をさせると、少女、次女と共に3人で食事をとった。食後、関は次女をすでに絞殺されていた祖母の部屋に追いやり、テレビを見せた。その後、次女は眠りについた。次女は当時4歳。祖母は寝ているだけ、母親は出かけている、という嘘を簡単に信じてしまった。一方、関は少女から父親の帰宅が23時頃になることを聞き出すと、父親の帰宅を待って金品を奪うことを決め、その間に少女、監視的を紛らわせようと考えた。21時に10分頃、関は居間で少女に柳葉包丁を突きつけ、服を脱げ、などと脅したが、目の前で母親を殺されて恐怖していた少女はうまく手が動かず、服を脱げなかった。このため、関は少女のワイシャツの襟を引っ張ってボタンを引きちぎるなどの暴行を加え、全裸になった彼女を寝室のベッド上に寝かせると、自分も全裸になって覆いかぶさり、少女を監した。自分としては、時間つぶしというか、気分転換というか。関は鑑定書でこのように説明している。しかし、父親は予想より早いに11時40分頃に帰宅した。当時、少女を監していた関は、慌てて少女の身体から離れて台所に行き、衣服を身につけると、再び柳葉包丁を手に取って食器棚の陰に隠れた。そして、居間に入ってきた父親が、寝室のベッドで横になっていた少女を見て、少女、寝てんのか?と声をかけていたところ、関はいきなり父親の左肩を背後から柳葉包丁で突き刺した。この時の刺し傷は、左肺下葉を貫通して上葉も損傷し、左脇にまで突き出るほどの深い傷、長さ約 15.8 センチで、これだけでも十分致命傷になりうるものだった。関は負傷して動けなくなった父親に対し、俺はこういうものだ、と言って所持していた暴力団員の名刺を見せた。通帳でも現金でも、何でもいいから300万円くらい出せ。父親は当時、
まだ祖母や妻がすでに殺されていることを知らず、家族を守ろうと少女に家の中から現金と通帳を集めてくるよう指示した。関は少女が室内から集めてきた現金約16万円、祖母名義の郵便貯金総合通帳1冊、額面2576,055円、および総合口座通帳1冊、額面103,737円、を強取した。しかし、関はまだ満足せず、父親から、ルックの事務所には別の預金通帳や印鑑があることを聞き、それらも奪おうと考えた。そのため、少女に、ルック、事務所へ電話を入れさせ、従業員の男性に対し、これから通帳を取りに行く、という旨を伝えさせると、翌6日0時30分ごろ、居間で動けずに横たわったままの父親を残し、少女を連れて806号室を出た。2人はエレベーターで1階まで降りたが、関は少女を1階に残し、すぐに引き返すと、父親の肩甲まで右側を、柳葉包丁で1回強く突き刺した。これは、父親が警察に通報したりすることを防ぐ目的で彼を殺害することを決意したために取った行動であり、背中を突き刺された父親は間もなく失血死した。この刺し傷、長さ約 12.7 センチは、ミニ肺を貫通して上葉も損傷し、さらに心脳や大動脈誤面をもとげ切りするほど深いものだった。会社の通帳を奪う。その後、関は柳葉包丁を再びカウンターの上に戻し、少女をクラウンに同乗させ、ルックの事務所があった市川市行徳駅前のビルに向かった。0時40分ごろ、関は少女に、人がいるんじゃやばいから、俺待ってるから、行ってこい。と命じ、少女を一人で事務所、同ビル204号室に行かせた。少女は、事務所内で寝泊まりしていた従業員の男性に、ヤクザが来ていて、お父さんの記事が悪いとお金を取りに来ている。お金が必要だというので私が取りに来た。と告げ、事務所内から預金通帳7冊、額面I 635,620円、ルック、および父親、母親らの名義、と印鑑7個を持って席の待つクラウンまで戻った。この間、少女は約20分間にわたって事務所内に滞在していたが、従業員から、大丈夫か、と聞かれると、うん、と答え、助けは特に求めていなかった。一方、関は開花のファミリーマートでパンを買っており、その後事務所に来て、会社関係者の前で、少女ちゃん、と少女の名前を呼び、友人のように振る舞っていた。関は少女が持ってきた通帳類や印鑑を受け取ると、少女を連れ、ラブホテル、ラセーヌ、に行き、ホテル501号室で一夜を過ごした。関はそこでも4時間近くの睡眠を挟んで、2度にわたり少女、監視、少女に電話で、ルックの従業員が警察に通報していないか様子を探らせていた。一方、少女の行動を不審に思った従業員は近くの交番に連絡し、1時30分ごろ、警察官と共に806号室に出向いた上で、部屋のドアを叩いたり室内に電話をかけたりした。しかし、この時は部屋の照明が消えており、応答もなかったため、署員は不在と思って引き上げた。当時4歳の次女を殺害。その後、関と少女は6日6時30分ごろ、クラウンで806号室に戻った。関はしばらく時を過ごしていたが、寝室で寝ていた次女が目を覚ましたため、彼女がもし両親の死を知って泣き叫んだりすれば、近隣の住人にそれまでの犯行が察知されると危惧。その発覚を免れるため、次女を殺害することを決意し、同日6時45分ごろ、カウンターから柳葉包丁を持ち出して右手に持ち、寝室に入った。そして、自分に背を向けて座っていた次女に近づくと、次女の背後から顎を左手で押さえつけた上で、背中から包丁を突き刺した。包丁は次女の右肺の下葉、中葉、上葉を貫通し、刃先が右胸まで突き抜けた。痛い、痛い。次女は苦しみもがいたが、関はそれを意に介さなかった。妹を楽にさせてやれば、首を絞めるとかいろいろな方法があるだろう。などと少女に言い放った。しかし、少女は硬直して動けず、関は痛みで泣き叫ぶ次女の首を絞め、次女は間もなく失血死した。
この犯行の前後、関は806号室の電話を使って友人に電話をかけ、取り留めもない話に興じていた。どうして妹まで刺したの？なんでこんなことするの？6時50分ごろ、少女は寝室で関を責めたが、関はこれに逆上し、柳刃包丁で少女の左上腕部と背中を切りつけ、全治2週間の怪我を負わせた。少女はこの前後、高校で同じクラブに入っていた近所に住む同級生の少女宅に、今日は休む、部室の鍵を持っていけなくてごめんね、と電話していた。逮捕。少女が深夜に訪問してきたことを不審に思った、ルックの社員は、6日7時30分頃へ806号室に電話をかけた。応対した少女は、おはよう、と言ったきり、そのまま電話コードで押し黙ってしまった。脅している奴が部屋にいるのか。従業員が尋ねると、少女はうなずいた。少女の対応が不自然だったため、勝南警察署行徳駅前交番に届け出た、2度目の通報。そして、社員と共に806号室を訪れた警察官が玄関のチャイムを鳴らしたが、玄関は施錠されていて開かず、呼びかけても反応はなかった。そこで、ベランダに回って室内に呼びかけるなどしたところ、関は冷蔵庫の上に置いてあった包丁を取って少女に持たせた。俺に殺されたいか、それとも一緒についてくるか。俺を脅しているようにもて。俺逃げるから。そして少女が犯人であるかのように仮装した上で、逃走しようとした。しかし、関は室外に出てエレベーター前まで逃げたものの、警察官さん、4人との格闘の末に取り押さえられ、現場へ連れ戻された。これは9時30分頃のことだった。掃除のために8階を訪れたマンションの清掃人が、俺は何もしちゃいない。と叫びながら警察官たちに取り押さえられ、部屋に連れ戻される関と、保護されて部屋から出てきた少女の姿をそれぞれ目撃している。現場は血の海になっており、殺人現場を見慣れている捜査一課の幹部でさえ、あまりにも凄まじい現場、目を覆いたくなる残忍な事件だった。時計をするような惨状だった。逮捕当時の関の心境。ああ、これで俺も少年院行きか。少年法第51条は、事件当時18歳未満の少年に対する死刑適用を禁じており、そのような少年が死刑相当の罪を犯した場合は無期刑に処すことを規定しているが、関は当時19歳だったため、その適用外だった。しかし、当時の関は後に論告求刑で実際に死刑を求刑されるまで、自分が死刑になることは考えておらず、逮捕直後も、ああこれで俺も少年院行きか、程度にしか考えていなかった。これは当時、関は少年法や刑事裁判の仕組みについて、経験したことのある悪友や先輩たちの武勇伝から知るほかなく、それもどこまでが正しいのか、わからないまま鵜呑みにしてかっこいいなんて思っていたこと。そして死刑についても、一度殺人を犯しておきながら、刑期を終えてから、あるいは仮釈放中に懲りずにまた同じ過ちを犯すような、どうしようもない、見込みのない連中の受ける刑罰でしょう。少年院どころか、一度も留置場へ入ったことがない自分、前科もないものに、いくら殺人という題材を犯したとはいえ、一発で社会復帰や更生の機会すら与えられないはずはない。という考えを抱いていたことが原因だった。また、本事件の3年前に残忍な少年犯罪として世間を震撼させた。女子高生コンクリート詰め殺人事件、1989年1月発生の犯人である少年4人が、最高でも懲役20年の刑にとどまっていたことも、このような考えに影響しており、関はコンクリート事件の犯人たちと自身を比較して、まだ俺の方が長期間ではないし、凶器一つ持っていないのだから、まだ頭の中身もまともだ。とまで考えていた。そのため、関は、漢事件については、どうせ捕まるのなら学生の頃、昔から好きだった娘にしておけばよかった。という筋違いな後悔をしていた。また出所後に備え、面会に訪れた母は医に頼んで、高校時代に使っていた教科書、参考書、辞書などを差し入れさせていた。出所後に備えて資格の一つも取っておこう、と考えたのだ。関は、留め置き書でこのように述べている。いちいち、少年法、とか、
死刑にならないとか考えながら事件を起こすなら、もう少し頭を使って指紋が残らないように軍手の一つもはめますよ。高校も満足に行っていないようなものに少年法の中身を丁寧に教えてくれる人がいると思いますか。大人と同じように処分することにして、いじめや恐喝、臨時殺人がなくなると思いますか。きっと変わらない。それどころか、これまで以上に陰湿なやり方が増えることになるだけだと思います。生き残った少女の心情。私から大事なものを全部奪った男が憎くて憎くてたまりません。はっきり言って男についてはこの手で殺してやりたい、生きていてほしくないという気持ちです。犯人にこの父や母、妹の写真を見せて、こんなに優しかったお母さん、お父さん、可愛い妹を何故殺した。私のお母さんを返せ、お父さんを返せ、次女ちゃんを返せ、おばあちゃんを返せ。あんたは人間じゃない。犯人を必ず死刑にしてください。今でも両親らとの楽しかった思い出を夢に見る。他の人が手に包丁を持っているのを見るだけで事件のことを思い出して恐怖を感じるし、夜一人で出かけたりしなくなった。私の家族4人を殺した人が生きていて何かできるのは嫌だし、そういうのは許せないし、悔しい。少女は目の前で家族を次々と殺害されている間、一人で外部の人間と応対する機会何度あった。次女が保育園から帰ってきた時、父親の事務所へ預金通帳を取りに行った時にもかかわらず、助けを求めることができなかった。県警はその理由について、少女は当時目の前で両親を殺されたショックと恐怖で呆然自失状態に近かった。当時はまだ祖母の死を知らず、次女にも危害が及ぶことを恐れていたためであると説明している。極端な異常事態に置かれて自律神経が喪失、相手の言いなりになってしまうことはあり得ると考察している。死刑求刑。1994年4月4日に論告求刑公判が開かれ、被告人席は検察官から死刑を求刑された。事件当時少年に対する死刑求刑は1989年1月名古屋地裁で名古屋アベック殺人事件の主犯格になされて以来約5年ぶりだった。2001年12月3日に上告審判決公判が開かれ、最高裁第二小法廷亀山嗣雄裁判長は原判決を支持し、被告人席側の上告を棄却する判決を言い渡した。席は判決への訂正を申し立てたが、2001年12月20日付の第二小法廷決定で棄却された。このため同月21日付で席の死刑が確定した。死刑執行。死刑執行当日の朝、2人の刑務官から面会か何かという話で呼び出され、ごく普通の形で連れ出されていった。2017年平成29年12月19日死刑囚席は収監先の東京拘置所で死刑を執行された。44歳没。事件発生から25年、死刑確定から16年が経過していた。死刑執行当時、席は第三次再審請求の即時抗告中だった。これは事件当時の責任能力を争点とした請求だったが、安田は他の弁護人2人、いずれも上告審で弁護を担当とともに、次の再審請求に向けて準備を進め、再審請求書も作成していた。その内容は凶器と刺し傷の違いや、席が長時間現場を離れていたことなどを挙げ、第三者が犯行に関与した可能性を示唆するとともに、刺し傷の場所、死因から4人全員への殺意の有無についても再検討を求めるものだった。また安田は死刑執行から数日後、東京拘置所で席とは別の死刑囚、席の棒から見て斜め前の棒に収監されていたと接見した際、席はかなり前から一番端の棒に収監されており、死刑執行当日の朝、2人の刑務官から面会か何かという話で呼び出され、ごく普通の形で連れ出されていったという証言を得ている。光彦の生への執着は凄まじく、死刑決定後も再審請求を繰り返していた。結果、死刑確定から執行まで実に16年もの歳月を要したわけだが、漏れ伝わる話によれば、弁護人のアドバイスで3度の食事と間食を詰め込むだけ詰め込み、
もともと身長180センチ近い骨太の大柄な身体はさらに大きくなり、体重120キロ超に達したという。高脂系の回避を狙った肥満化とのことだが、もちろん無駄な努力に終わった。関光彦の生い立ち。関光彦が暮らした塀の外の19年を追うと、尋常でない暴力と共にあったことがわかる。幼少時から父親の猛烈な DV にさらされ、全身に生傷が絶えず、大好きなスイミング教室に通えないこともしばしば。蝶のつく遊び人でギャンブルと避け、女が三度の飯より好きな父親は高級外車を乗り回して愛人と遊び歩き、サラ金から金を借りまくった。家庭はあっけなく崩壊し、光彦が小学4年の時両親は離婚。父親が作った借金は億単位に上ったという。光彦は母親、5歳以下の弟と共に下町の安アパートを転々とした。再起に追われ、夜逃げしたこともある。食べるものも満足にない極貧生活の中、小学校は転校を繰り返した。服は一着しかなく、ランドセルの代わりに風呂敷をぶら下げて通うと、クラスメートに、汚れない、臭い、貧乏人、と現れ、いじめの標的となった。うなぎ店チェーンを経営する祖父の援助で母親はなんとか生活を立て直すも、照彦は小遣い銭欲しさに一人浅草の繁華街をうろつき、かっぱらい、置き引き、賽銭泥棒を繰り返した。中学に入る頃は身体も大きくなり、口うるさい母親を問答無用で殴り倒し、幼い弟にてひどい折檻を加えた。外では悪仲間とつるんで喧嘩、恐喝、窃盗の日々。中二で同い年の不良少女を相手にせ、巣を経験。以後、少女が住むアパートに入り浸り、森のついた猿のように腰を振り続けた。